テロップ。オッケー、テロップ書きました。うん、大丈夫、大丈夫か。はい、ピンク、黄色、紫でよかったんでした。そうです、サイレムはピンク黄色紫です。あ、握手追加したよ、ありがとう。明日はうつまこの生誕祭ですね。なんかもう毎回思うけど、本当になんかサイレームとかコールとか、本当になんか人の生誕祭でもなんか本当に泣きそうになるぐらい感動します。ぜひなんか生誕の時って最初とか途中で色を合わせたりすると思うけど、全然私のお主催の方も生誕の時はぜひ生誕のこのサイレームを振っていただけたら嬉しいです。まこぱさん、ありがとうございます。手紙読むのコメントすごい、どうでしょうか。私と誰が手紙を読むのか。私は明日何がかりか、はたまたかかりはないのか、お楽しみに。まあ私はもう分かってるんですけどね。今日のレッスンはどうでしたか。今日のレッスンはめっちゃ長かった。え、何がかりがいい何がかりがいい、ケーキがかり、何がかりでしょう。みんなの予想、進行係が一番緊張しそう。確かに進行係って難しそう。山ちゃん、ありがとうございます。お手紙を入れる係、なんやそりゃ絶対私が一番言っちゃいけないやつ。ハッピーバースデーハマリ、ハモリ係、深海司会進行、ケーキ係でこっそり食べるどうでしょうか。じゃあそう、今日の話ですね。そうですね、今日も朝めっちゃ早くから結構長い間、どのくらいやったんだろう、今日何時からだったっけ。
かんない、7時間ぐらいは踊ってたかな、分からんけど、なんかめっちゃ、なんかさ振り入れとかさめっちゃ頭使う、頭ってかなんか糖分欲する、立ち位置とかいろいろ、今日はだからまあでも頑張りました、結構頑張った、今朝頭いいってみんな言ってる、嘘、私何もやってないですよもうだって高校までのさ、今日えなちゃんとかがさなんか学校のなんかプリント持ってて見たけどさ、なんかもう本当に多分私高校までの授業とかもだいぶ忘れてると思う、めっちゃ高校の時とか毎日電車で英単語とか覚えてめっちゃさやってたけどさ、もう全部忘れちゃったもんな、めっちゃなんか親とか学校の問題、お父さんは結構教えてくれるんですよ、お母さんは全然なんかそんなのもう忘れちゃったよ、何年も前の話なんだからみたいな感じで、なんかそう教えてくれなくて絶対わかんないじゃんってちょっとバカにしてたんですけど、でもそりゃ何年もやんなかったら忘れるよなって思った、高校のどうなんだろう、まだできるかな、あ落ちた、クイズとか得意そう、全然なんかクイズ番組とか出たらバカがバレちゃうからダメだな、なんか社会とか漢字とかはあんま得意じゃないから、微妙、クイズ系はあんま得意じゃないと思う、いやなんかちゃんとやってたんだよ、ちゃんとやってたけどさ、テスト前にさそんなさ無理やり覚えたやつってさなんか忘れるくない もうなんか私は世界史選択だったんですけど、なんだろう、とりあえず覚えて書く、テストの点数を上げるためのことだけを考えて、そのなんだろう、ちゃんと理解してなかったと思うんです、ただ記憶するだけみたいな、その次の日に次の日のテストで記憶して書ければいいやっていう感じだったから、なんか未だに覚えてるかって言われたら覚えてないですねなんか多分どの問題も聞いたことあると思うし、習った記憶とかは多分出てくるけど、実際に解くって言われたらっていう言い訳ですそう、受験期とかテスト前はね、私はカフェにこもってましたね、めっちゃずっとカフェいた、なんか朝から夜までずっとカフェにいるんですよ、アイスコーヒーが好きだからアイスコーヒーとか飲みながらやるんですけど、あと人に見られてた方が多分集中できると思って、家とかだとさなんかベッドとかあるしゴロンってしちゃいそうじゃないですか、だからなんかいつも決まったカフェにいました、たまにめっちゃ早い時間から行ったのになんか塾の先生いる時もあったし、なんかお兄ちゃんもね
来てお兄ちゃんと会うこととかもあったし、学校の友達とテスト勉強一緒にしてると、なんかお兄ちゃんも同じとこのカフェ来るから、なんか遭遇するんですよお兄ちゃんに。そうとかなんかありますね。山ちゃんありがとうございます。でもあれですね、大学入ってからはどっちかというと、もう Wi-Fi のある環境とか充電できる環境とかで結構決めてたかな、場所。大体高校までは地元とかだったけど、大学入ってからはなんか都内とか渋谷とかのカフェで、なんか大体もう決まったところでパソコンカチャカチャやってました。あ、SKE カフェ、そう SKE カフェ行ったことあるんですけど、その写真今度もバメに送ろうかな。みよまるさんのメニューで、みよまるさんのコースターもみよまるさんだったし、そう、ちょっと足疲れた。みよまる丼、なんかライブ映像とか流れてるとさ、ずっと見たくなっちゃうよね。私はお披露目の前に一回行きました。普通に行った、もう普通に行って、普通に注文して、普通に食べてた。なんかでもお披露目前だし、多分そんな知ってる人もいないと思って入ったんですけど、なんかそもそもメンバーのことも知らなかったから、なんかコースターとか見ても全然わかんないし、ライブ映像とか見てもなんか誰かわかんないけど、すごいなって思ってました。今朝メイド服似合いそう。え、今朝メイド服着ましたよ、この間。多分写真出てるよね。そう、なんか明日発売。あ、そうなんだね、あるよね。そう、メイドと羊の、なんかそう、あの撮影の時に里香穂さんがいたんですよ、一緒に写真撮っていたんですけど、多分里香穂さんのスマホのカメラロールに壁ドンされたやつがあると思う。私のカメラロールはあご食いされたやつがある。楽しかった、オフショット。どうなんだろう、でも先輩がね、乗せてよかったらいいけど、なんか基本的に衣装券は自分で選びます。なん
最初ちょっと迷った、どっちにしようか。でも佐渡かほさんと一緒に来たからあれ選んでよかった。ね、カフェ復活してほしいよね。桃田先生ありがとうございます。ミコッティさんのとかやばい。ミコッティさん大好き。そう、撮影楽しかった。あ、そう、ショールームのさ、なんていうの、サムネじゃないけど壁写の写真に変わりましたよね。ショールームも昨日ぐらいからかな、変わったよね。まだちょっとね、慣れてないから違和感がある。あの時の壁写の撮影はめっちゃ覚えてます。あの風吹かせる係の人がいて、カメラマンさんになんか振り向いたやつを撮りたいみたいな言われて、一回後ろ向くんですよ。で名前呼ばれて、はいってお返事して振り返ってねみたいな言われて、そう、めっちゃかのんちゃん、あ、かのんちゃんって呼んでたっけな、なんだっけな、わかんないけど、はーいって言いながら振り返りました。めっちゃ恥ずかしくて、なんか人見知りだし、そう、なんか初対面の人だったからめっちゃ恥ずかしかった。なんかめっちゃ振り切れなかった。はぁ、あ、はぁ、あ、はいみたいな。もう楽しかったです。この間もね、ちょっとね別の撮影があったんですけど、なんかね撮影楽しいよね。いろんなお洋服着れるから楽しい。あ、そう、明日からだっけ、写真もそうだけどさ、なんか DTB だっけさんだっけ、なんか9期生の映像みたいなが見れるみたいな、なんていうの、私もよく分かってないんですよ。あ、ドキュメンタリー、そうあるらしいですね。今日知りました。なんかネットで見ました。 LINE ニュースかなんかで見たかな、違う、別かな、なんかで見ました。そう、9期生のドキュメンタリーが明日からでね、多分そうあるらしいです。でもやだな、なんかめっちゃさ、なんかもうめっちゃ不細工なところとか映されてそうで怖い、怖いよ、気になる。ドキュメンタリー映画に匹敵するって書いてあったよね。そう、そうなの、びっくりした。え、そんなにハードル上げるって思って、もうめっちゃ怖いんだけど、何使われるかな、どうなんだろう、怖い、怖すぎる。80分もある、そんなに休憩生にある、え、やだ、怖いんだけど、やだやだ、
私も明日見ようかな。怖いからさ、自分でどこ映されてるのか。見よう。怖いけど。ねえ、どんな感じなんだろう。でも最近なんか結構昔の写真とかなんかモバメに送る写真のデータがなくなってきて、なんか昔の写真とか漁ることが最近多いんですけど、なんかね、その入ったばっかの時のとか写真見つけて懐かしいなって思いますね。え、やだな、なんかめっちゃブサイクなのとか本当にありそう。すっぴんで顔せんでてみたいな。いや怖いよ。怖いよ。まあでもね、そんな、あ、もう時間ですか？もう時間経ってる？あ、お時間ありがとうございます。ねえ、早いね。じゃあ男女読みします。13位高台さん、12位アンキューさん、11位ダイさん、10位みさきくん、9位ポジティブシンキングさん、8位トムソンさん、7位山くん、6位大地さん、5位しまっくまさん、4位ジェイさん、3位マーコポンさん、2位マナカさん、1位はカズカズさんです。ありがとうございます。